こんにちは、こんばんは。アキラックスこと照山アキラです。この番組はビデオグラファーのための耳で聞く情報マガジンを目指し、撮影のノウハウや撮影機材の話、編集ソフトや最近の映像業界事情など分け隔てなく喋り切っていく映像系ネットラジオです。ということで、2021年終わりますね。今年はいろいろありましたね。オリンピックイヤーだったのもありますけれども、コロナウイルスに始まって本当に世界が変わっていく中で、自分の環境もいろいろ変わりました。昨年もこの季節にこのしゃべりきりレディを更新して、主に機材面、お仕事面、プライベート、そして来年の抱負という形で語ったんですけれども、今年もですね、2021年をこのしゃべりきりレディオで締めくくりたいと思っておりますので、もしよろしければ最後までお付き合いください。まず僕の機材面ですね。今年はいろいろ買ってしまいましたね。ざっと言うと、まあ、3月には、これレンズですけれども、シグマの 2870F28 DGDN コンテンポラリー、こちらを買いました。とてもコンパクトかつ明るい標準ズームレンズということで、現在の僕の業務ではもう欠かせない一本になっていたりします。でその後、ルミックスの S7300F4.5 から5.6、こちらはハーフマクロのレンズですけれども、このレンズは正直あんまり使ってはいないんですけれども、非常にコンパクトで軽くて、そして 300mm まで伸ばせるっていう部分で、購入しました。だからハーフマクロとかが使えるので、物撮りとかにも非常に重宝していますね。ただシグマの2870のね、 F28 DGDN コンテンポラリー、こちらも結構寄れるので、実は最近現場で、まあ、食品撮ったりとか物を撮ったりするのはこのシグマの2870使っちゃうことが多いんですよね。なのでこのルミックスの S7300 の出番が若干今少ないっていう感じになっております。はい。で同じ4月には、DJI の Air2S を買いました。それまでは Mavic Pro で頑張っていたんですけれども、どうしても8ビットの D-Log というのがグレーディングするときにかなり難があったので、ずっと10ビットで収録できる DJI のドローンを待ってたんですよね。まあもちろん Mavic 2 Pro があったんですが、あちらは多少ちょっと大きかったので、そこまでのガチなやつはいらないなと。でおそらくMavic Pro ぐらいの大きさで10ビット取れる機体っていうのが多分出てくるだろうなって待ってたところに、この DJI Air2S が出てきたっていう形で、即ポチでした。それに伴って、5月にですね、ドローン検定の3級を受験して受かりまして、DIPS で全国包括許可申請を取得しています。今までは割とこう趣味で飛ばしたりとか、あとまあごく限られたところでお客さんに言われて飛ばしていたんですけれども、やはりこれからはきちっとした形で、もう少し幅広いところで、フライトしたいということもあったので、まあ、包括申請を取得したりとか、あと先日12月20日から始まった無人航空機登録制度、まあ、DIPS の方で、機体登録できるんですけれども、これもマイナンバーカードの方で機体登録を済ませてあります。まあ、ドローンに関しては飛ばすことはね大好きなんですけれども、やっぱり危険性を伴うものなので、しっかりとした体勢で飛ばせればなと思っています。はい。というドローンを刷新したっていう部分 で6月には GH5-2 を導入しました。結構買ってますね、こう考えるとね。まあ、この GH5-2 に関してはメーカーさんからもう4月ぐらいからお借りしていて、ずっと使っていたんですが、その時はやっぱり GH6 をずっと待っていたので、どうしようかなって悩んではいたんですけれども、まあ、業務視点で考えると非常にうちの案件とか仕事にはまるなということで、あと安かったですよね。
かなり安かったので、まあ、すぐに導入したという形になります。導入したというよりかは、従来の GH5 を、中古で売り出して、まあ、リプレイスしたという形ですね。はい。後に今僕が個人的に楽しんでいるルミックス波乗りブって言ってますけどね、 GH5-2 を使った、屋外からのテザリングのライブ配信というのも楽しんでいます。とっても僕は気に入っているカメラの一つです。で、7月には、今度は S シリーズのルミックス S50mmF1.8、 これはね、自分が結構待望待ち望んでいた単焦点レンズだったので即ポチしました。で、そのタイミングで S5 が B ローに対応したので、ブラックマジックデザインさんのビデオアシストも導入して、で、その前に、S1H が B ローに対応していたんですよね。そのタイミングでパナソニックさんのセミナー等もギュイーン徳川さんとかレイドの鶴田さんたちと、やりましょうって話になって、リグを組んだりとかいろいろそういうセミナーに出していただく中で、その流れで S5 が B ローに対応したので、いや、これはやっぱりビデオアシストつけるにはリグは必須だよなっていうのは分かっていたんですよ。なので、もう速攻レイドの鶴田さんに電話して、テリヤマカスタマイズモデルというのをね、もうお任せで作ってもらってしまいました。非常に気に入っています。これどこに行っても誰に見せても、このセットアップはいいですねって言われるんですよね。で、そのためにも鶴田さんに聞いてくださいって言ってしまってます。はい。自分だとね、ちょっと紙セットアップまではいけないと思うので、というね、まあ、この B ロー周りというのを7月夏ぐらいに強化していろいろ作品も撮っていたりしました。で、8月には、ジンバルを刷新して、ウィービル S から、こちらもレイドの鶴田さんにお願いして DJI の RS2 の方に、変更しました。これは、まあ、S5 をゲージに包んだ時のバランスがウィービル S だとちょっと取れなくなっちゃったりとか、まあいろいろあって、あとフォーカスを送ったりするのもこの指先のところで送れるので、両手でがっちり持ちながらフォローフォーカスができるっていう部分もあって RS2 にしました。で、このウィービル S に関しては知人の方にお安く譲ったんですが、ただウィービル S で不満があったかっていうとあんまなかったんですよね。軽くてすごくいいジンバルで、しかも耐荷重が あるっていうことで、もしかしたらケージ包んでバランスさえ取れていればウィービル S でも良かった気がするんですよね。今思えば使い勝手もとてもいいので、まあ、ウィービル S 今すごくお安く出てたりするんですよ。実は3万ぐらいだったかな、数あるジンバルの中で間違いなくウィービル S は初心者にとっても普通に業務をやっている方にもおすすめできるジンバルではないかなと個人的には思っています。で、10月に関してはまたこれ DJI さんなんですけれども、アクション2デュアルスクリーンコンボを買ってしまいました。これは単純になんとなく Vlog 的なものを始めてみたいなっていう気持ちもあったのと、たまたまその時地方ロケに行く予定もあったので、ちょっと持ってって自分の普段の撮影しているようなところも撮ってみたいなっていう気持ちもあり即ポチしたんですが、まあ、僕のツイッターとかフォローいただいている方は分かっていると思うんですけども、熱問題ですよね。結構最初それに悩まされて、なんか 4K で回してると、まあものの十何分したらもう熱停止してしまうっていうところで悩んでて、で、今はだんだんコツが分かってきて、長押しレックスタートっていうのがあって、それをやると次にレックストップした時に自動的に電源自体も切ってくれるっていうモードがあるので、それで必要なところだけこうレックしていくっていう方法で、最近はねそんなに困ってないですね。で、しかも DJI アクション2はやっぱり画質がいいし、最広角がかなり広いし、変に GoPro みたいにあからさまなこう魚眼レンズって感じで歪まないので、とても気に入っています。
ということで、この DJI アクション2デュアルスクリーンコンボはまだ使いこなすっていうところまでは行っていないんですが、これからもいろいろなところで活用していこうかなと思っています。はい、ということで結構今年はいっぱい物を買ってしまったんですが、その他、例えば LED ライトを刷新していたりとか、アプチャー の 200X とか P60C とか買ったり、あとは各メーカーさんから提供品もいただきましたね。スーンウェルの MT1 という LED ライト、これはめちゃめちゃ使っています。チューブ型の、よく最近出てきた蛍光管のようなLED ライトなんですけれども、自分のライブ配信でも必ずバックライトで使っていますし、屋外でも完全防水、水深5メートルまで防水なので、雨の日だったりでもマグネットでどこでもつくので、例えば自分の車のボンネットにボーンってつけて機材の整理に使ったりとか、キャンプで使えたりとかっていう、自分キャンプ行かないですけどね、両端に4分の1ネジが切ってあるので簡単にライトスタンドにマウントできたりもするし、なんならもう何個もこう連結してつなげていけたりとか、そういう面白いライトなんですが、とてもよく使っています。あと提供品としてはモマンさんから 99Wh の V マウントバッテリー、すごい小型のものを提供していただいているので、それもよく使っていたりとか、あとかなり嬉しかったのがナンライトさんのフォーザ 60B という小型の高輝度スポットライト、こちらはめちゃめちゃ使ってます。インタビューの時にバンリンクスさんというところでお話しさせていただいて、ぜひちょっと現場で使ってみてくださいということで提供いただいたんですけれども、作りがしっかりしているのとデザインがすごくいいのと、あとモディファイヤーと言われる、いわゆる望遠図マウントではないんですけども、少し小型のね、そういうマウントのところにフレネルレンズだったりバーンドアだったり、リフレクターだったりデフューザーだったりいろいろつけられるんですけれども、そういったものもとても充実していて、特にフレネルレンズ使ってこの前食品とか、撮ったんですけれども、非常に美味しい感じで撮れたので、このナンライトフォーザ 60B はとても気に入っています。僕のライブ配信でちょっと紹介はしていたんですけれども、で色温度も6000系以上出るんですよね。だいたい僕が知っているメーカーで6000系以上出るバイカラーの LED ライトってあんまないんですよ。他小型のライトだと RGB ライトとかで全然出たりもするんですけれども、このランライトフォーザ 60B に関しては RGB ライトではないんですが、普通のいわゆるバイカラーのライトなんですけれども、簡易的なカラメーターで測った限りでは6200〜6300は出ますね。高評値では2700Kから6500Kっていうふうには言ってましたけれども、だいたい一番上で6200出て300ぐらいな印象でした。ただ6000K も出ると本当に自然光と合わせた時に違和感なく合わせられるので、とても今後も重宝すると思っています。あと提供いただいた中で嬉しかったのが、シグマさんから 18-50mmF1.8DCDN コンテンポラリー、こちらを提供いただきました。DCDN なので APS-C 専用にはなってしまうんですが、かなり小さかったので開封した時に思わずおーって思ってしまって、はい、でその後いろいろ作例とかも撮ったんですが、それはちょっとまだ公開はしていないので、後日また、しっかりした動画の作例というのも撮っておりますので、今後公開したいと思っています。あとはノリでスマッタの電動スライダーっていうね、ちっちゃいスライダーを買ったんですけども、サマーセールでねポチってしまって、それは現場で1回ぐらいしか使ってないかな。そんなところで、あと細々した例えばモニターだったりね、買ってますよ。そういう散財したものに関しては、定期的に自分が最近やっている機材紹介系のライブ配信で紹介していますが、大きいところで言うと、今年はレンズを4本、そしてカメラボディは GH5II で、ドローンは Air2S で、ジンバルを刷新して DJI RS2 に、そして、後半には DJI アクション2デュアルスクリーンコンボ、そのあたりが今回機材面で目立って導入したものかなと思っています。ちょっと機材面だけのお話で長くなってしまいましたね。
次に今年のお仕事面ということなんですが、以前自分はやっぱり B2B 案件が多いので、こう発信できるようなお仕事っていうのはなかなかないんですけれども、後半の方で自治体系 の日立市の移住ポータルサイトの動画制作というものがあって、そちらを担当させていただいたので、それは唯一、まあ、S5 でしっかり撮ってダビンチリゾルブでしっかりグレーディングして出せた作品かなと思っています。普段は結構そういうことをいっぱいやってはいるんですけれども、割と企業間の中で、見ていただくというものが多くてですね、結構個人的にジレンマ抱えているんですよね。本当はもっといろんな人に見てほしいとか、目に触れてほしいというのがあるんですが、いろいろそうなると、これ自分の作品として発信していいですかとかね、お客さんにいちいちこうお伺いを立てなければならなかったりとか、でそれがエンドクライアントだったらいいんですけれどもね、代理店とかだとその先にまたクライアントさんがいて、でその先にまたモデル事務所がいてとかね、いろいろ込み合ってくると、やっぱりなかなか自分の作品ですとかって言ってアップできないんですよね。厳密に言うと二次使用に当たってくるので、まあこれ撮った作品ですよってそのリンクを紹介するのはいいとは思うんですけれども、改めて自分でアップしたりとか、自分のポートフォリオに加えたりっていうのはなかなかグレーな部分かなと思っておりますので、やはりきちっとした形で、掲載できれば一番いい形かなと思っております。そういった意味では僕は依然 B2B 案件が多いのでなかなか発信できない、という部分で、まあ、お仕事面ではもう少し多くの人に発信できるようなお仕事が入ってくればいいなと思っております。その代わり次に話すプライベート面ではどうだったかというと、結構そういうフラストレーションもありつつ、個人的な作品というのは今年数本作りましたね。S5 がB ロー対応したタイミングで2作ぐらい、まあ、グレーディングのチュートリアルを含んだものも含めて、撮らせていただきましたし、あとはビデオサロンの作例として GH5-2 でつくばの方でクラフトビールの駐車場をね開いている兼映像クリエイターの信時さんという方がいらっしゃるんですけども、その方に取材を申し込んで一本作品を撮らせていただいたりとか、そういったこともやってました。でそういったまあメディア云々っていう意味で言うと、今年はブックさんでのルミックスのイベントに登壇させていただいたりとか、ビデオサロンの今言った GH5-2 のセミナーをやらせていただいたり、その後もBローセミナーとか、スミズンさんとねシステム5さんの方で対談させていただいたりとか、もっと言えばその前にはギュインさんとか鶴田さんと、あれは銀一さんのセミナーだったかな、そういったものも出させていただいたり、アドビエヴァンジェリストで映像講師の山下さんとフュージョン VS アフターエフェクツみたいな、そういうセミナーもやらせていただいたり、こちらはモーションエレメントさん主催だったんですけれども、いろいろ今年は幅広く、そういったメディア方面の活動もさせていただきました。いや本当にお誘いいただいてありがとうございました。で後半にはですね、先ほども機材面で言ったシグマさんから1850mmF2.8 の DCDN のコンテンポラリーを先行して提供いただいて使わせていただいたので、そちらの作品も実はですねすぐ撮りに行ったんですよ。それがまあいろんな事情で、今年中に公開がちょっとできなくなっちゃったので、来年早々に公開したいなと思っておりますので、よかったらそちらも見てください。はい、ということでプライベート面でも2021年は、いろいろ個人的には充実していたかな、よかったなって思っています。セミナーとか、あとルミックス友の会ですかね、だるまさんが主催している、そちらの方でもいろんなつながりができたりとか、
昨日もだるまさんと山下公園の方から GH5-2 を使った 4K 生配信をしましたね。あれはめっちゃ寒かったけどもすごい楽しくて、終わった後に見学いただいた、高チューブさんだったり匠さんだったり4人でファミレス行って、いやもう話が止まらないんですよね。やっぱり好きなもの、ルミックスとかいろんなものが好きなものが被っているので、もうね切れ目がなくて、結局お昼ぐらいまでずっとファミレスで喋ってましたね。そんなような非常に充実したプライベート面、まあそうこう考えると、やっぱり3月にギュインさんが寺山さん M アークスタジオで今度ルミックス系の話題するんですが来ませんかって誘ってくれたのが割と引き金になってる気がしますね。いや本当にギュイン徳川さんにはとても感謝しております。ありがとうございます。こんな僕をお付き合いいただいて、はい、来年もぜひよろしくお願いしたいなと思うんですが、もともとこのしゃべりきりレディを始めたのもギュイン徳川さんの影響だったので、そのご本人といろいろこう今年はご一緒させていただいたのは、最高に幸せでした。はい、さあということで、もうだらだら喋りきってしまったので、来年の目標というところで締めたいんですが、ちなみに去年はワーケーションを増やしたいって言ってましたね。いや全然やってないですワーケーションやりたいですね。なんかどっか温泉地とかゆったりお風呂入りながら海見たり、そこでこう何か編集したり台本書いたり記事書いたりみたいなことをしたいなって願望はあるけど、結局ね自宅が楽ですね自宅が楽ですか、せいぜい近くのカフェに行ったりとかぐらいがまあいいのかな。なんかやっぱりワーケーションってさあ行こうみたいなちょっと重い腰を持ち上げなきゃいけないなっていう、フラっていう感じじゃないんですよね。なんか宿取ったりとか、どこでワーケーションしようかなとか、こう探す時間もあったりとか、というのがあったので、まあもうワーケーション云々っていうのはこだわんなくていいかなと。それより、まあ来年やりたいことはですね、ダヴィンチリゾルブのチュートリアル、ダヴィンチの隙間というのを僕はずっと去年、頑張って YouTube にアップしていたんですが、それがすっかり止まってしまったので、まあいろいろ忙しかったっていうのもあるんですけどね、それをまた再開させたい。いろいろネタはですね、ネタ帳にいっぱい書いてあるので、やりたいこととか自分がダヴィンチリゾルブでつまずいた部分だったり、あとは僕によく相談が来るようなこと、再生できないんですがとか、結局これプロ棋士作んなきゃダメですかねみたいな、そのあたりをまずこれやってくださいみたいな解決方法のまとめみたいなものも、このダヴィンチの隙間のコンテンツとして作ってみたいなと思っていますので、そちらもぜひ来年ですねアップしたら見ていただければ嬉しいです。あとは機材レビュー動画っていうのも前から作りたいなと思っていて、これはですね、まあ作ろうと思えば作れるんですが、なんかこうどうせ作るんだったらよりシネマティックな感じで作りたいんですよね。なんか気合い入れた形で作りたくて、でそうなると、だんだんこう重荷になってきて結局作らないっていう変なこう悪循環が僕の中で生まれちゃってるので、まあもういいかと、あんまりこだわらないで、まあ前やっていたような、どうもアキラックスです。今日の機材はですね、これみたいなね、あんなんでいいかなとも思うので、まあ気が向いたら機材のレビューとかの動画もアップしていきたいと思います。ただなんか YouTube は本当に今年ものすごい参入者というか、まあコロナの影響でものすごいみんな YouTube やり始めてますよね。だから回転数は全然最近いかないですね。それは周りの知り合いの YouTuber、専業 YouTuber の方もよく言ってますね。普通に2万、3万、10万回転とかしていたものが、最近1万回転いけばいいよね、みたいな。そんな感じになってきたのかな。
まあ、僕に至っては1000回転いけばいいよねっていうレベルですよね。うん、前は上げて頑張これいいだろうなっていう作品に関しては1000回転は余裕で超えていたんですけれども、最近は1000回転行くのもやっとみたいな印象なので、それは正直ね、YouTube にアップするっていう意味で言うとモチベーションに直結しますね。なのでモチベーションは下がり気味です。正直どうせこれ上げてもまあ行って300、400回転だろうみたいなこと思っちゃうと、なんか作る気がなくなっちゃうんですよね。だそこ関係なく、自分が楽しめる範囲で動画を作ってアップできればいいなっていう思いで、来年もそういったスタンスで YouTube は利用していきたいなと。僕が Vlog を最近自分の個人チャンネルの方でアップしてるんですけども、割とそういう感じですね。見ていただける方にまあ見ていただければいいなみたいな。ただやっぱり回転数が上がってくると嬉しいは嬉しいですね。でもあれ多分メインチャンネルでアップしたところで多分1000回転もいかないと思うんで、まあ今後も個人チャンネルの方で個人的な Vlog の方はアップしていきたいと思っていますので、もしご興味ある方は僕の普段やっている現場の、機材とかのお話も Vlog 形式でアップしていきたいと思っていますので、よかったらそちらも見てください。あとですね、まあ僕が来年目標にしているのは、もっと自分の作品をアップしていきたいなと思っています。これまでは機材レビューみたいなものはやっていたんですけれども、そうではなくてその機材を使ってどんな映像が撮れるのかっていうか、それこそがやっぱり一番の機材のレビュー動画になるのかなと思ってて、まあ根底にあるのは機材のレビューなのかもしれないけれども、そのレンズ、そのカメラ、その編集ソフトを使ってこれだけの作品ができたぞっていうような、まあそういう作品ができればいいなって思っています。はい、ということでいろいろ言ってしまったんですけれども、まあ総括するとですね、今年はお仕事面というよりかはプライベート面がとても充実していたなと。それはもう一重にですね、僕に関わってくれた方々のおかげだなと思っています。ぜひまたあんまり表に出ていくのが得意な方ではないんですが、まあ、このしゃべりきりレディオもですね、また聞いていただけたらと思いますので、来年もまたよろしくお願いします。今これ撮っているのが12月30日の今11時39分ですね。もうあと1日半で、2022年が、幕開けします。来年はコロナウイルス等々ね、そのあたりももういい加減収まってほしいですが、皆さんも体気をつけて、いいお年をお迎えください。はい、今日はこのあたりにしておきたいと思います。アキラックスでした。